どうもこんにちは、ランタンです。いろいろと考えさせられる出来事なんで皆さんにお話ししていきたいと思うんですけども、中日の二軍の投資コーチを務めていた門倉健さんが、再び失踪しているんですよ。で、これね、再びっていうかね、もう見たびなんですけども、三回目の失踪今してる最中なのね。で、この失踪の原因とされているのが、門倉さんの不倫相手とされている A 子さん。この A 子さんは、都内の会社に勤めているアラフィフの既婚者なのよ。 すなわちね、これ、ダブル不倫の状況なわけ。で、から、門倉さんが47歳。で、僕45歳。で、その不倫相手の A 子さんもアラフィフっていうことで、まあ、同世代の中でドロドロした、まあ、不倫、ダブル不倫みたいな関係で、今ね、門倉さんは、コーチの仕事もいなくなって、まあ、家族とかね、友人の信頼も全て失うような形で、現在も失踪していると。 でこのことについてね、いろいろと考えさせられる内容なんで皆さんにね、動画でちょっと詳しくね、お話しいきたいと思いますんで、最後まで見てもらえたら嬉しいです。で、これね、まあ、3回目の失踪なんだけど、まあ、1回目の失踪を軽く振り返りたいと思います。1回目はね、5月15日。今年の5月15日に、まあ、突然、門倉さんが無断で球団の練習をボイコットするわけね。無断欠勤しちゃうわけ。そして5月20日に、郵送で対談願いが届くと。そしてそれを5月26日に、 中日側が受理したことによって広く世間にね、あれク倉さん失踪してるらしいぞと。まあ、それがね、多く報道されるわけ。で、これね、皆さんびっくりしたと思うのが、ク倉さんがスマートフォンとか財布とかを家に置いたまんま失踪してるわけ。だからさ、心配になるじゃない自ら命立ったりしないかなとかさ。まあ、そういった意味でね、まあ、皆さんもいろんな憶測が飛んだり、ものすごく心配してたわけ。で、事態が動いたのが6月6日。 6月6日に、まあ、角倉さんを名乗る人から匿名のメール、まあ、フリーメールって感じなんだけど、角倉さんはフリーメールで、まあ、倉さんの奥さんの方に、あのね、まあ、創作願いを取り下げてほしいっていうメールが来るわけ。で、奥さんはそれに対して、それはできないっていうメールを返信すると。そしたら、ここに迎えに来てほしいっていメールが返ってきて、行ってみたら、まあ、角倉さんがいましたよと。でね、角倉さんはこれによって、な、言っても中日のね、コーチの仕事もなくしてしまい、 家族、友人の信頼も失ってしまったと。なんで失踪したのと。こんな何もかも捨ててまで。まあ聞くよね。そしたらね、門倉さんが言うには、A 子さんからの脅しが怖くなって逃げ出したと。まあそういう説明をしたわけ。脅しが怖くて逃げ出したって説明を、まあ角倉さんするわけね。というのもね、この A 子さんと門倉さんは2019年の末ぐらいからまあだんだん仲良くなってくるんだけど、2020年に入ってから、 門倉さんの奥さんに対してね、誹謗中傷の匿名のメールが届くようになるわけ。で、それがだんだんエスカレートしてて、今度はね、匿名のワープロで打った手紙が家に届くようになると。まあ、それにね、奥様へって書き出しから、まあ、角倉さんの奥さんに対して、ね、あの、もっとね、門倉さんに対してね、愛情を注いでほしいとかね、ま、あ、主婦なのにネールをしてるってどういうことかとかね、門倉さんにもっと自由にさせてあげてほしいとか、ま、あ、そういうね、誹謗中傷の手紙が届くようになるわけ。 で、それがだんだんまたさらにエスカレートしていって、2021年、まあ、今年入ってからは、門倉さんの浮気を、まあ、ね、こう、密告するような内容に変わってくるわけね。で、これを受けて門倉さんは奥様に対して、いや、そんなの嘘だと、ありえないってことで否定するんだけども、5月15日の失踪する前日に、まあ、その原因となったような手紙がね、届くわけね。その手紙っていうのが、まあ、見たら驚くような写真を送りますねって、まあ、そういうような内容の手紙だったわけ。 で、それを受け取った、まあ、次の日ぐらいに、門倉さんが15日、まあ、失踪するわけだよね。で、まあ、あ6月6日に帰ってきて、奥様がね、あの写真なんだったのって聞いたら、ね、中身大したことなかったと。ね、どっか行っちゃったみたいな感じで、まあ、ごまかしたんだけど、門倉さん自身はね。で、これで、今度ね、これから、まあ、これからね、門倉さんとしてはね、家族の信頼とか失ったものをね、取り返さなきゃいけないこの時期、6月19日に、再び、2回目の失踪するわけ。で、今度はスマートフォンも財布も持って失踪するんだけど、 なんで失踪したかって。まあ、時を同じくして、まあ、球団からね、まあ、私物のロッカーに入ってたものが帰ってくるわけよ。あの、倉さんの家に。で、その箱に開けて中見てみたら、奥様が見たこともないような服がね、入ってたと。段ボール箱の中にね。そして、この失踪、失踪する時の原因になった A 子さん。A 子さんから日用品が送られてきたのが伝票付きであったと。だからね、これを見ると、まあ、要するに、A 子さんと門倉さんの 不倫をね、疑わざる得ないようなものだったと。そして、まあ、一倉さんから言えばね、一方的に、まあ、その、子さんの脅しとか、が怖くなって逃げ出したって言ってるんだけども、とてもそうは思えないようなものだったと。これを受け取ったね、その、奥様はね、まあ、度重なる門倉さんの嘘と、また19日に失踪してしまったこともあるし、まあ、裏切り行為によって、21日、6月21日に大量に薬を摂取して、まあ、自殺行為をするわけだよね。 で、これで緊急入院な、なるわけ、奥様が。で、それを人づてに聞いた門倉さんが、まあ、19日に失踪してたんだけど、21日に、21日に奥様がそうやって緊急入院したことによって、また帰ってくるわけ。うん、門倉さんがね。で、帰ってきて、まあ、奥様に対してごめんねと、もうずっと一緒にいるから安心してほしいって言ったり、お子様に対してはね、と、これからちゃんとするからってことを誓ったり、もう黙っていなくなんないってことを一筆書いたりして、一体矢先、今度23日、それから2日後の23日に、 また1回目と同じようにスマートフォンと、スマートフォンと財布を家に置いたまんま失踪しちゃったわけ。3回目の失踪。で、今回、今日現在まで帰ってきてないよっていうのが今の状況なのね。で、これ残されたスマートフォンを見てみたら、その失踪中、第1回目の失踪中にも、実はこの A 子さんと連絡を取り合っていたっていうのも携帯に残っていて、 で、6月6日に帰ってきた原因っていうのも、まあ、エイコさんと相談した結果、一旦帰った方がいいって、エイコさんからアドバイスを受けて、帰ってると、門倉さんは。そういうのもね、スマートフォンに残されていたと。これを受けても、俺が思うのはね、二人とも何がしたいんだと。もう門倉さんは全てを失って、奥様もこんなね、自ら命を絶つような行為をしてしまったり、 もうお子さんも相当ショック受けてると思うんだけど、門倉さん。で、角倉さん自身もこの先どこへ向かおうとしてるのか、この荒木君の、ね、こうう、もう A 子さんもどこに向かおうとしてるか、ほんとけわかんないね。カオスな状態になってるなと俺は思うのね。まあ、一つ思うのはさ、まあ、人を不幸にして得られる幸せはないよって。 ほんとこれはね、あの、僕がね、こういうのを見るとね、か、こういう事件をね、事件とか出来事を聞くという感じることです。皆さん思ったことありましたらね、よかったらコメント欄に書いてください。え、今日はこんな感じの時事ニュースネタなんですけども、よかったらね、チャンネル登録してもらえると、ほんとこういう時事ネタ上げていく原動力になるんで、ほんと応援する気持ちでここまで見ていただいた方、チャンネル登録ぜひお願いします。あとね、僕ね、公式 LINE。公式 LINE 始めたんですよ。公式 LINE って何なのと。 お金も取られませんよ。概要欄に貼っとくんで、ピッてね、プってスマホだったら押し、下押して、概要欄開いて、あの、公式 LINE 登録してもらえれば、まあ、夜7時に毎回、毎日に動画アップしてますよ。公式 LINE の方で動画アップしてるっていうのと、あとまあ、個人的にこう LINE で皆さんと僕でやり取りしたりとか、僕ライブやるんですけども、ライブの時にね、通話、電話通話みたいな感じで LINE 電話でまあ、通話して楽しんだりとか、まあ、そういったこともできますんで、まあ、無料で登録できるんで、まあ、YouTube のチャンネル登録と同時に、えー LINE のね、公式 LINE の、まあ、チャンネル登録の方もしてもらえるとすごく嬉しいです。それではね、また次の動画で会いましょうバイバイ